あ、ちょっと言い忘れたことを3点言います。1点目は、判決はね、12月19日に出たんですけども、本来であれば郵送してもらえるところを僕がちょっと取りに行きますんでっていうことで、12月19日に出た判決を12月27日今日取りに行きました。12月27日に、出た、12月27日に取りに行った理由は、12月、この、切手をね1474円僕いただいたんですけども、そのね、相手に届けるたり相手が受け取ったかとかちゃんと確認できて、終わるのが判決が出てから、まあ、1週間ぐらい、見ないとわからないわけですね。例えば書き留めで送っても相手が受け取らないかもしれないし、受け取ってなかったらまた普通郵便に出すとか、そういう処理があるので、12月19日に判決終わって直後でもらってもわかんないんで、12月19日から1週間ぐらい経った12月27日で業務が終わるんで、今年の、その時に、取りに行ってそこで即日控訴したっていう感じですね。あとね、2点目が、控訴理由書っていうのは、あの控訴の理由は、その時に出さなくてもいいんですね。後日出してもいいんですよ。ただ僕はあの何回もやるのはめんどくさかったんで、今回、控訴の理由を、同時に出しました。1枚の、紙面で、あの控訴の理由のところに追って準備書面を提出するとして、また、提出してもよかったんですけど、僕は 1回で今日済ませました。はい。あとですね、最後に、控訴のその請求金額みたいなのを、第1審の請求金額10万円だったんですね。それをあの僕1万円に変えました。よくよく考えたら、まあ、被告人控訴人は、被告人、控訴人は、まあ、個人なんで、まあ、10万円ちょっとかわいそうかなと思ったんで、まあ、1万円だったらまあ払えるかなと、そういう、金額に下げました。まあ、組織とかだったらまあ10万円でもいいかもと思ったんですけど、まあ、個人なんで、まあ、被告の方もね、電話のやり取りしててもね、そんなね悪い方感じじゃない方ですし、なんか、本当にね、その10万円とかになった場合申し訳ないなと思うんで、まあ、1万円だったらこっちだって切手代払ってるんだし、切手代もどんどん僕からなくなってるわけだし、あの収入印紙も払ってるわけだから、まあ、1万円もらっても僕こっち損するわけですから、まあ、あの1万円ぐらいだったらいいかなと、あ1万円ぐらいだったら向こうもね公務員だし払えるだろうと思いまして、まあ、10万円ね1万円に下げました。はい。まあそんな感じです。これちょっと伝え忘れたんで、はい、だからあの10万円の訴訟を1万円に下げたっていう、こう、まあ、以上合計3点をちょっと補足として言いました。はい、以上です。失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。